眼科医の平松です。今日は、やってよかった花粉症対策の微妙だったことをやってよかったことを3つずつで、特に医療に関連することをちょっとお話しようと思います。で、やって、まず良かったことをお話しようと思います。で、私がやってすごい効果的だったなと思ったのは、一番はですね、鼻のレーザー治療ですね。皆さんご存知でしょうか。鼻の粘膜焼くんですね。結構痛かったです。3つぐらいの医療機関で受けたことあるんですけれども、どこ行ってもまあそれなりに痛いなっていうのが正直な感想ですね。これ何をしているかって言いますと、鼻の粘膜がアレルギーを持っていて、いわゆる花粉に対する炎症反応を起こしてしまうわけですけれども、それを抑えてくれるんですね。で、それ焼くと抑えられるってわけじゃなくて、焼いて細胞が1回死ぬわけですね。で、新しい細胞が生え変わってくるときは、そんなにアレルギーの、気質、体質を持っていないような細胞が出てくるので、しばらくはいいでしょうと。で、何年かするとですね、結局元に戻ってくるんです。なので、またちょっと焼いて対応しなきゃいけないっていうところがあるのが、ちょっとデメリットで、かつできればですね、花粉症真っただ中にやるとですね、あんま良くないんですね。腫れてる状態なのであんまり良くないので、花粉症になる前の時期にちょっとやんなきゃいけないっていうところがあります。で、ですから花粉症になる前の時期で、何年かに1回とか、そういう感じでやるっていうのが、個人的にはとても効果が感じました。なぜかというと、私は花粉の中でも鼻水がすごい出るだけではなくて、鼻が詰まりやすいタイプなんですね。ですから、鼻詰まりもすごく抑制してくれやすいっていうところがあるし、お薬とかだとやっぱりある程度忘れたいっていうのもゼロではないので、医者がこういうこと言うのもなんだと思うんですけども、なので、レーザー治療ってやればもうそのままずっと効いているわけなので、これは非常に効果的です。ただ、もちろんこれは効果人によってまちまちで、全く効かないって人もいますし、私も1回アレルギーのレーザー治療やって全然効かなかった時もありました。時もあったので、それやり方の問題とかいろいろあるかもしれないですけど、正直言うと、すごい効いた時と効かなかった時っていうのは正直あります。なので、あくまで効く時があるっていうのが、鼻のレーザーの治療っていうのが個人的に、効果があったかなってことですね。で、2つ目の効果があったかなっていうのは、症状だけで分けないで治療するっていう感じですね。例えば、目も私来ますし、鼻も来るわけですね。で、目大して来てないし、鼻のアレルギーの時だけだから耳鼻科行って鼻の治療だけしとこうってしとくとですね、そのうちまた目も来て、逆に鼻もちょっと悪くなるなっていう感じも感じます。で、一つはやっぱり目と鼻っていうのはつながっていますので、どちらかだけの治療にすると、症状がそんなじゃなくても効果的になりづらい、悪くなってしまうというところがありますので、できれば同時に点鼻と点眼っていうのはやっていただいた方が正直効果は出やすいかなってあります。全く私は絶対もう目も来ないんですとか、そんな感じだったらまだいいと思うんですけども、どちらも来るタイプで、今鼻だけの症状だから鼻だけやってればいいかなっていうと、結局目後で来てしまうので、点眼点鼻っていうのをしていただいた方がいいかなと思います。ですから、どっちかだけではなくて、どっちとも治すとか抑えることが花粉に対して効果的だと思っています。3つ目なんですけれども、3つ目と2つ目ちょっと関連してくるんですけど、3つ目は内服の治療の中で、個人的には鼻平タイプなんで、ロイコトリエン拮抗薬って、いわゆるロイコトリエン系列ですね、のお薬を飲むと、やっぱり鼻詰まりはちょっと軽減しやすいなっていうのは正直あります。で、その時のポイントとしては、花粉が真っ盛りになる前から飲むってことなんですよ。真っ盛りになってから飲むとですね、ひどい状態を抑えることは多少できるんですけども、もう一回ひどくなったものってなかなか収まらないんですね。で、要は燃え盛る火の消すのって結構大変ですけど、種火ぐらいの時に消すのって結構簡単じゃないですか。そういうことって本当に悪くなってから治療するんじゃなくて、出たかなとか、もっと言うと出る前から飲み薬をした方が正直言うとやっぱ効果的です。この話をすると、僕もそうですし、これって製薬会社が自分の薬を売るために言ってるんじゃないかって、正直言うと思ってましたし、だから最初は自分はオンタイム、いわゆるなってから使った方がいいんじゃないかっていう考え方でした。でも、実際自分で試してみて、やっぱりなる前からやった方が、抑えられてるなっていうのが実感できたところもあるわけですね。正直言うとですね、年によって花粉量が違うから、これまた実感何とも言えないのも正直なんですけれども、前からやる方がいいっていうのも、嘘ではなさそうだなっていうのは正直ですね。で、これ2番目に戻ってくるんですけど、点眼や点鼻に関しても、できれば花粉が真っ盛りになる前の時期からちょっとやっておくといいです。正直言うと、そういう時期って忘れちゃうことも結構あるんですよ。なんですけれども、それでもいいから前もってやっといた方が、真っ盛り花粉の時期に対して、効果が出るというのは、効果的だなと思ってます。
で、やって微妙、またはこれやるの自体も微妙だなと思ったの1個目は舌下免疫療法っていうんですけども、まあ舌の下にこう例えばスギ花粉の薄いものを入れてって、だん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 こう増やしてってスギ花粉のアレルギーを抑えようと。でこれ実際ね、ずっと続けて 2,3 年すると結構良くなるらしいんですよ。でもですね、僕スギ以外にもいろんな花粉のアレルギーもあるし、通年性のアレルギーもあるし、そうするとですね、スギだけやるのに 2,3 年毎日やるのってきついなって思うんですよね。悪いわけじゃないんですけども、で単体のスギだけがすごいひどい人とか、まあ、それすごいいいと思います。なんですけれども、まあ、正直言って舌下免疫療法の場合はその舌下免疫療法が杉だったら杉っていうのしか収まらないので、まあ、そこら辺で自分の採血して一回チェックしていただいて、まあこれだなっていうのがあって、それ以外はあんまりないなっていう人はおすすめな治療なのかなと思います。ただ私みたいにいくつかのアレルギーを持っている方の場合は、まあ、正直言うと、なかなか厳しいのか、もちろん杉だけを抑えるのにも意味はあるし、他にも効果があるんじゃないかみたいなことも言われてるんで悪くはないと思うんですけれども、なんかこうチャレンジするにはハードル高いなっていうのは正直ですね。で2個目なんですけど、ステロイド、ステロイドの、まあ、注射とか飲み薬とかっていうのもあるんです。でなんでこれが微妙かっていうと、アレルギーを抑える効果は正直言うと結構ありました。僕も飲んでみて、あ、よく効くなと思ったんですけどね、免疫っていうのを抑えてしまうんですね。免疫を抑えるっていうのは要はウイルスとか菌に対する抵抗力を抑える部分もあるんです。アレルギー の炎症反応を抑えると同時に、そのため僕結構風邪ひいちゃうってことがありましてですね、ステロイド飲むと花粉も収まるんだけど同時に風邪ひいちゃう。これだと花粉症になってる方はまだいいなっていうのが正直ありまして、耳鼻科先生に出してもらったりなんかした時は一回あったんですけども、結局は、まあ、これステロイド使うよりは、まあ、点鼻は使って全然いいと思うんですけども、内服の場合は、私の場合は、まあ、ちょっとあんまり効果的ではなかったかなっていう、まあ、本当にひどいからって言って出してくれくださったんですけどね。あと私がやってみよう微妙だったものっていうのは、まあ、漢方薬ですよね。漢方薬の場合は何が微妙だったかというとですね、食前に飲むっていうのはきついんですよ。ある種確かに眠くなりにくいしそこはいいんですけど、食前に飲むっていう習慣がすごく出せる人の場合はすごくいいんですね。なんですけど私の場合ってどうしてもバーって仕事して、もう昼とか本当にすごい短い時間で食べてみたいな状況ですと、飲んでる暇ないなって思って、最初飲んだりしてたんですけども、これきついわと、続けるのは難しいってことで、まあ、正直言うと、まあ、効果は多少あったのかもしれないですけれども、続けられないなっていうのが、まあ、正直な感想でしたね。で、もう一つ私としては、私個人がですけれどもね、血管収縮作用があるお薬との配合薬っていうのも結構出てるんですよ。で、それいいお薬なんですけども、一方でこう血圧が上がったりですね、夜近くに乗ると眠りにくくなったりっていうちょっと副作用もあってですね、私の場合はその副作用がちょっと出やすかったので、まあ、正直言うと微妙だったなってところがあるんですね。まあこれらはあくまで私の個人の感想ですっていうのはよくテレビとかでよく言う感じなんですけども、まあただ一つの見方として、まあそういうものがあって、そういう対応法があるんで、それぞれいい点悪い点もあると思うんで、まあ、知っていただいて対応していただければなと思います。特に鼻のレーザー治療とかっていうのは積極的に患者さんが希望しないと進めないこと結構多いんですね。耳鼻科の先生も、まあ、基本点鼻と内服でいきましょうみたいなこと多いんですよ。で、いや私もうどんどんガッチリやりたいですって言うと初めて進めてくれること結構多いので、まあ、そういう意味で私は医療関係者でもあり積極的にやりたいですって言うから、まあ、進めてくれた部分もあるので、まあ、これは一つ悪くないのかなと思います。